録画。こんにちは、 TBTV をご覧の皆さん、寺健です。今回はですね、どこに来てるかと言いますと、紫パーク東京に来てます。村パーってやつですね、通称で。村パー最後に来たのが何年前、3年前のまだ大会やってた時なんで、3年前の AJSA 以来だから、まあ3年ぶりって感じですね。で、まあセクションとかもちょっとリニューアルされたみたいで、まあ滑ってみたいなって感じで今回来てみました。なので今日は紫パーク東京滑らせていただこうと思います。じゃあ今日も一日楽しんでいきましょう。
というわけで紫パーク東京でした。で、まあ、すっかり暗くなっちゃったんですけど、今帰ってきてもクエストの前ですで、まあ、村パーですね、リニューアルして行ってきたんですけど、やはりですね、あそこはあの AJSA のその全日本選手権とか、まあ、あとはあのプロ戦とかやるぐらいのとこなんで、まあ、ロールインが基本みたいなロールインが基本っていうのと、あとあの飛び出しバンクのとこからこうバンクにそのまま行けないんですよ。落っこちてこう行かなきゃいけないんで、まあ、あれがね毎回ヒヤヒヤするっていうまあね、あの達人たちが滑るようなスケートパークなんでね、なかなかこうレールとかもこう横から入ってこなきゃいけないんで、なんかライン取りが難しかったり、ちょっとあのいちいち難しいっていう、あのそういうスケートパークでしたまあね、そういうところを対応できるのがやはり上手いスケーターということで、で、みんながロールインしてる中、あの一人でドロップインするっていうちょっと気まずいっていうなので、まあ村パーの全部滑る挑戦権はあのロールインですかね、ロールインできることと、まあ、あのバンクにこうオーリーインっていうか、もう軽くねこうふわっと浮かしてからインしないと、まあ、他のセクション何もできないっていう、そういう感じです。村パーは外もあるんで、まあ、あの中だけじゃなくて、まあ、バーチカルが外にあって、その前がちょっとこうフラットスペースとかね、ちょっとパークになってたりで、テントの中がまあ大会用っていうか、こう昼間なら人少ないみたいなんで、まあ、もしこう平日の昼間時間取れる方いましたら行ってみるのはいいんじゃないでしょうか。というわけで今日はこんなところで終わりにしたいと思います。以上 TBTB でした。ご視聴ありがとうございました。